開業医の父親を持つイッチ。兄は医者の道に進み、父が開いた病院で研修医として働いている。イッチは接客業へ進むが、兄は何かとイッチを馬鹿にしてくるのだった。ある日、兄が婚約者を連れてくるが、イッチと両親を見下ろしてくる婚約者。未来の兄嫁の発言に違和感を覚えつつも、結婚の準備は着々と進んでいく。披露宴で、兄嫁はいきなりイッチたちを貧乏人扱いし、帰れと罵倒する。怒った父の発言に、兄と兄嫁は一気に凍りつく。貧乏家族がいると格が下がるという兄嫁。父の一言で兄嫁はどん底に。兄と兄嫁が結婚式でやらかしたんだけど、語ってもいい？何それ詳しく。じゃあ、私のスペックから。私は28歳の会社員で、独身。一人暮らし。私の家系は医療関係者が多く、父は医者で、母は元看護師だが、今は一線を退いて専業主婦をしている。2歳年上の兄も、父と同じく医者の道を選び、今は研修医をしている。兄の研修先は、もともと父が院長をしていた病院だ。この病院は父が開業し、一代で築き上げてきたものだ。数年前までは、父が院長兼現役ドクターとして腕を振るっていた。だがある時、大学院で働く同期のドクターに研究の誘いを受け、父はそれを承諾。今は院長職を信用している後輩ドクターに譲り、父は研究に精を出している。母も父が研究に移ったことを機に、業務形態をパートに変えた。よく友人知人には、医療系の仕事に興味はなかったのかと聞かれることが多い。が、両親の大変そうな姿を知っているからこそ、私は医療へ進みたいとは思わなかった。それに、私は医療関係よりも明確に興味のある業界があった。それは、ホテル業界だ。開業医の父と看護師の母のおかげで、我が家は金銭的に裕福だと思う。おかげで幼い頃から国内外問わず、いろんな場所へ旅行へ連れて行ってもらった。その影響で、私の趣味はホテル巡りだ。それくらいホテル好きだったので、大学卒業後はホテルに就職した。両親とは全く違う仕事だが、やりがいを持って働いているし、両親は応援してくれている。そんな私とは対照的な2歳年上の兄は、素直に医者の道を選んだ。私の父も母も国公立医大卒で、私も国公立大学卒だ。だが、兄は国立医大を目指せるほどの学力がなかったらしい。一年浪人するも不合格で、最終的に私立大学の医学部に入学した。大学入学と同時に、兄はわかりやすいくらいにはっちゃけ出した。おとなしくておしゃれにも興味なんてなかった兄が、金髪に染めて、ブランド物に手を出すようになった。父に入学祝いだと言って、高級車を買ってもらい。家から十分通える距離なのに、大学近くに一人暮らし用のマンションも借りてもらい。そして、女遊びに夜遊びにと、これでもかとチャラチャラした生活を送っていた。どっちかというと高校生までは陰キャラだった兄の代わりぶりに、私は若干引いてしまった。両親は一浪した兄をついつい甘やかしていたようだが、遊びすぎて留年が決まったことで、大激怒。父に説教をされた兄は、それからは少しは遊びを控えるようになったらしい。なんとか大学を卒業し、医師免許も取得した。その後は最低2年間研修医として勤めるのだが、兄の研修先がなかなか見つからない。父が医者仲間に聞いた話によると、面接時の兄の態度に問題があるらしい。父は開業医なので、病院の経営については心得ています。経営面でもいろいろアドバイスできますよ。と、異常に傲慢で自信過剰な態度を取るため、兄は面接で落とされてしまうのだ。いかにも開業医の息子のボンボン発言という感じで、聞いているこちらが恥ずかしくなるくらいだ。父が兄にもっと謙虚になれと注意するが、兄には響かないようだ。研修先を探すって、就職活動みたいなもんでしょ？そんな偉そうな態度を取る新人なんて、普通採用されたりしないよ。と、実家で顔を合わせた兄に私は言った。医者になれないバカの接客業のくせに、俺様に指図するな。と、兄は私の仕事をバカにした。医者もある意味接客業じゃん。と、私が言い返すと、お前みたいな頭脳がいらない仕事と一緒にするな。バカな女はヘラヘラ笑ってるだけで給料をもらえていいよな。と、兄は言った。昔は仲が悪いわけではなかったのだが、兄は大学デビューして変わってしまった。ネットで覚えたのか、女叩きや差別的発言をするようになった。この頃から、私は兄のことが嫌いになっていたと思う。こんな兄の人柄が、研修先が決まらない原因なのだろうなと、しみじみ思った。兄の将来を危惧した父は、兄にあることを提案した。父が院長をしていた病院で、研修医として働かないかと提案したのだ。このままではどこでも研修させてもらえないだろう。
と、父に説得されて、兄もしぶしぶ了承した。兄が幼い頃、開業して間もない両親は、医院の経営に大忙しで、兄をまともに構ってやれなかったらしい。兄には随分寂しい思いをさせたそうで、両親は兄に甘くなってしまうようだ。結局、兄はかつて父が院長をしていた病院で、研修医として働くことになった。兄に甘すぎる両親には不安を覚えるが、兄も働けば少しは変わるだろうと、私は考えていた。だが、兄の傲慢さは全く治らず、むしろ悪化しているようだった。何せ、患者さんへの態度が悪いらしく、クレームが来たのは一度や二度ではない。問診中に患者がこんな症状があって不安だとか、ググった病名のことを相談したら、素人がわかったような口聞くなよ。とか、私の診断に文句があるんなら、転院したらいいんじゃないですか。など、研修医とは思えない偉そうな態度をとっているようだ。さらに、噂では兄は将来自分がこの病院の院長になるのだと、誰彼構わず触れ回っているらしい。元院長の息子という立場を重ねきて、兄は先輩だろうが患者だろうが、横柄な態度をとっているそうだ。だが、現院長の前では爽やか青年を演じているらしく、父の後輩である院長は扱いに困っているらしい。俺だったらこんな医者のいる病院には絶対お世話になりたくないな。経営者二世は、大概が勘違いのポンコツの無能ってのが世の常だってのを血で行く兄だな。我が家は大体月に一度、実家で食事会をする。仕事で忙しかったり、他の予定があったりで毎回全員が揃うわけではない。今月の集まりは、久しぶりに家族全員が参加できるということで、母はとても張り切っていた。兄とはギスギスしているところもあるが、肉親なので、心から憎んでいるわけでもない。ここ数ヶ月は兄の顔も見ていなかったし、久しぶりの再会に、私は前日からこっそりと楽しみにしていた。当日実家へ行くと、玄関の叩きに見知らぬ女性物の靴が置いてあった。誰かお客さんでも来たのだろうかとリビングへ行くと、見知らぬ女性がソファーに座っていた。驚いた私が扉の前で突っ立っていると。おい、挨拶ぐらいしろよ。ホテル勤めのくせに、礼儀がないやつだな。と、私に気づいた兄が言った。お兄さんとお付き合いさせてもらってる兄嫁です。と、兄嫁はソファーに座ったまま私へ挨拶した。ああ、はじめまして、一輝です。と、私も反射的に挨拶した。兄嫁はすらりとして綺麗な人だが、なんとなく、兄と同じような横柄な雰囲気を感じた。私に挨拶した時も、ふーんと人を品定めするように、上から下まで私をチェックしているのがわかった。お兄ちゃんったら、彼女さんを連れてくるって連絡の一つもくれないのよ。と、母はプリプリと頬を膨らませて言った。別にいいだろ、家族になるんだから。と、兄は言った。おい、どういうことだ？と、驚く私たちに兄はことも投げに言った。だから、俺たち結婚するから。ねえ？と、兄嫁も兄に同調した。おままごとじゃないんだから。こういうことって、事前に家族に説明して会う日取りを決めるものじゃないの？と、呆れるあまり、思わず私は指摘してしまった。途端に兄は不機嫌な顔になり、サプライズがわからないのかよ。ホテル勤めも大したことないな。と、私を見下してきた。ホテル勤めは関係ないでしょ。と、私も言い返すと、まあまあ、せっかくのおめでたい席なんだから。と、母が私と兄の間に入って取りなした。昼食のタイミングなので、とりあえず食事をしようということになり、母が用意してくれた料理の配膳をしようと、私はキッチンの方へ向かった。だが、兄嫁はソファーから立ち上がる気はないようだ。兄と話したりスマートフォンを見たりして、気だるそうにしている。兄嫁は一応お客様だし、いきなり配膳を手伝えというのは、なんだか嫌な小姑っぽいし。母と私でさっさと配膳を終えて、5人で食卓を囲んだ。話題はもちろん兄と兄嫁のことになる。出会いはどこかとは母が聞くと、マッチングアプリですけど。と、さらりと兄嫁は言った。マッチングアプリ。今時マッチングアプリなんて普通だろ。仕事が忙しいし、患者はジジババばかりだしな。と、兄が言うと、患者さんの悪口を言うのはやめないか。と、すぐに父がたしなめた。父はとても患者を大切にしているのだ。父にたしなめられて、兄は鬱陶しそうに舌打ちをした。ところで、兄嫁さんは何のお仕事をされてるの？と、気を使って母が聞くと、ああ、やめました。と、さらりと兄嫁は言った。医者の奥さんは、専業主婦になって旦那さんを支えるのが仕事だと思うんで。と、言う兄嫁に、両親も私も目が点状態だった。もしもの話ですよ。もし、うちの親が結婚を反対したら、どうするつもりだったんですか？
と、私が聞くと、兄と兄嫁は目を合わせて、ぷっと吹き出した。イッチさんがそれ言います？え？おいおい嫁ちゃん、あんまりイッチをいじめるなよ。と、兄がニヤニヤしながら兄嫁をなだめた。意味がわからないし、何か嫌な感じだった。食事中、兄と兄嫁はずっとそんな感じで、二人でこそこそと人を見下すように笑っていた。そして、食べるだけ食べると。じゃあ、俺ら買い物行くから。と、言って、兄と兄嫁はさっさと帰ってしまったのだった。後に残された私と両親は、緊急家族会議を始めた。母は出会いがマッチングアプリであることを気にしていたが、父は気にならないようだ。私は兄嫁が終始ニヤニヤしていたことや、結婚前に仕事を辞める計画性のなさに驚いた。両親もそれに賛同したが、兄がいいなら別にいいのでは、という感じだった。私と母は、初めて我が家に来たのに手土産もなし、まともな挨拶もなしの兄嫁に不信感を募らせたが、あいつみたいな奴と結婚したいと言ってくれる貴重なお嬢さんだしな。と、父は兄と兄嫁の結婚に肯定的なようだ。正確に何ありの兄だが、腐っても医者の卵だ。父が心配しなくても、結婚したい女性はそれなりに現れると思うのだが、ぶっちゃけ、兄嫁は美人だ。兄は家族の中で浮いた存在だし、医者としての姿勢は父に遠く及ばない。だが、父と兄は二人とも美人に滅法弱いところはそっくりだった。私と母は、父の甘い反応に肩を落としたのだった。結局、いくつになっても男は美人に弱いんだね。でも、私も初めての彼の実家だったら、下手に動かないでじっとしてるかも。点数稼ぎとか思われても嫌だし。いや、初対面だし、露骨くらいな方がシュート目小シュートには受けがいいんじゃないの？突然現れた兄嫁に、一致と両親は動揺が隠せないようだった。嫁ったその日に結婚宣言したり、すでに仕事を辞めたりといささかクレイジーな兄嫁。だが、美人なので、父と兄はデレデレの様子。一致と母は兄嫁にいい印象を受けなかったが、話はどんどん進んでいくのだった。学生時代は全く実家に帰ってこなかった兄だが、彼女ができてからは、頻繁に帰ってくるようになった。だが、それは決して家族思いになったわけではなくて、ただ父や母へお金の無心をするためだった。この日もふらりと実家へ帰ってきたかと思うと、親父、ちょっと金くれよ。と、兄は父へ言った。父が理由を聞くと、兄は結婚式代を援助してほしいと言った。この間式場で見積もりをしてきたと言って、兄は封筒の中から一枚の紙を出し、父へ渡した。それは、結婚式の見積もり書だった。よ、400万円だと。と、父は見積もり表を見て大きな声を上げた。その場にいた私と母も、思わず400万円、と繰り返した。これをわしに出せというのか？と、父が聞くと、兄はヘラヘラと笑った。研修医の給料がはした金ってことくらい、親父も知ってるだろ？俺も親父みたいに一人前になったら恩返しするからさ。だけど、400万円ねー。兄嫁さんのご両親からの援助はないの？と、母が聞くと、兄は首を振った。兄嫁は母子家庭で金銭的な余裕がないのだという。正直私は、両家の親が納得して出すなら問題ない額だとは思う。だが、兄も兄嫁も当事者が出さず、父だけに全額たかろうとするのはどうだろうか。父も苦い顔で迷っていたが、嫁を喜ばせてあげたいんだよ。と、兄がつぶやいた瞬間に、父は決心したようだ。わかった、今回は俺が出してやる。その代わり、兄嫁さんを幸せにしてあげることと、誠意を持って患者さんと向き合うんだぞ。と、父が言うと、兄はうんうんと何度もうなずいた。親父、ありがとう。と、兄はその時は調子よくお礼を言うのだが、依然として、医院での兄のクレームは減らないようだ。なんなら患者だけでなく、同僚たちからも兄は腫れ物扱いされているらしい。患者にも同僚にも、さらには先輩に対しても。俺は前院長の息子ですよ。つまり、俺が次期院長ってことなんで、言葉遣いとか気をつけた方が身のためですよ。と、兄は言っているらしい。父も注意しているようだが、兄はお坊ちゃん気質なので、あまりきつく注意するとへそを曲げてしまう。父としては、なんとか医者として独り立ちさせたいという親心もあるようだ。兄に注意しないわけではないが、兄の心には響いてなさそうだった。両親がきつく注意をすると、結婚式を控えてこっちだってナーバスなんだよ。とか、あんまりうるさい義両親だと、嫁に嫌われるぞ。孫の顔が見れなくてもいいのかよ。と、両親を脅すようなことを言うのだった。両親も初孫には期待しているらしく、そう言われると、黙ってしまう。私はそんな兄夫婦と、できるだけ顔を合わさないようにしていたのだが、ある日、兄から電話がかかってきた。
何かと思い、電話に出ると、電話口の相手は兄嫁だった。来週結婚式なんだけど、ご祝儀の用意できてる？はぁ、してますけど。と、私が答えると。最低30万円は入れてくれるよね？家族なんだから。と、兄嫁はとんでもないことを言った。私が聞き返すと、兄嫁は30万円入れろと繰り返した。いくら貧乏でも、晴れの日くらい頑張ってね。と、兄嫁は言って、一方的に電話を切ってしまった。私は奮発して7万円くらい包もうと思っていたので、兄嫁の発言を母へ相談してみた。母は憤慨しながら、30万円も入れる必要はないと言ってくれた。私は悩んだ末に、後で文句を言われないように、10万円包むことにした。兄嫁の言葉は、結婚式前のはっちゃけ発言だろうと思って、気にしないことにした。結婚式費用の催促や、一致へのご祝儀の催促など、やりたい放題の兄と兄嫁。心の広い一致と両親は、なんだかんだで二人のわがままを許してしまうのだった。そして、とうとう結婚式の日がやってきた。二人の門出を祝うめでたい日のはずが、兄たちのはっちゃけ発言により、式は台無しになってしまう。兄と兄嫁は、一体何をやらかしたのか？父が費用を負担した結婚式は、とても豪華で派手に仕上がった。最初の見積もりでは400万円のはずだったが、兄嫁があれこれつけたがった結果、最終的に、見積もり額は600万円まで膨れ上がった。私と母はさすがに高すぎる、兄にも負担させようと言ったが、父は自分が払うと言って聞かなかった。あいつを喜ばしてやりたいんだよ。という兄の言葉を鵜呑みにしているのか、それとも兄嫁が美人だからなのか。さすがに600万円は出しすぎだろうと指摘すると、心配しなくても、お前の結婚式の時には、800万円出してやるからな。と、父は力強く言って笑っていた。そういう問題ではないと思ったが、父が満足そうなので、母も私もしつこく追求しなかった。兄嫁から、直接お礼の言葉を言ってこなかったのが気になったが、一応兄が父に礼を言っているのは聞いたし、それも私が口を出すことではないと思い、黙っていた。結婚式の兄嫁は、ドレスを着こなしてとても綺麗だった。参列者も、兄嫁のドレス姿を褒めていた。純白ドレスに身を包んだ兄嫁と兄は、永遠の愛を誓って指輪を交換していた。無事に式が終わり、次は披露宴に移った。お色直しをした兄と兄嫁が登場し、会場内は大いに盛り上がった。キャンドルサービスで各テーブルに回っていく兄と兄嫁。我が家のテーブルに来た時に、あれ、まだいたんですか？貧乏家族がいると格が下がるんですけど。と、突然兄嫁が言い放った。突然の兄嫁の言葉に、私と両親は固まった。何を言ってるんですか？と、私が言うと、兄嫁はふふんと鼻で笑って。言っときますけど、夫くんのお給料を当てにしないでくださいね。家計は私が管理するんで。と、兄嫁は言った。言い過ぎだって。と、兄は兄嫁をたしなめるどころか、一緒になってニヤニヤと笑っていた。あんたたちみたいな貧乏人がこんなにいいホテルに来れたのは、全部私と夫くんのおかげなんだよ。でも、もう満足したでしょ？いつまでも貧乏人がいると式が貧乏臭くなるんだよね。と、兄嫁は偉そうな態度で。いい加減空気を読んで帰ってくれないかな？貧乏家族さん。と、兄嫁はヘラヘラと笑ったのだった。兄嫁の言動にドン引きして言葉を失う私と母。だが、式だけは違った。はっはっはっは。そうかそうか、じゃあ我々は帰るとするか。と、父は会場中に響き渡る声で大笑いした。当然、会場中の視線がこちらへ集まることになる。そうよ、一輝ちゃんのご祝儀見たけど、何ですか10万円って。貧乏家族だからって、ご祝儀ケチったらダメだって、お父さんが注意してあげてくださいね。と、兄嫁は父へ言った。父はうんうんとうなずいて。なるほど。では、私も一つだけ注意をしてから会場を去るとしよう。と、父は言って、別テーブルに座る現院長の元へ歩いて行った。みんなが見守る中で、父と現院長は何かごにょごにょと喋ってから、兄と兄嫁に向き直った。お前は明日から病院へ行かなくていい。クビだ。と、父はほがらかな声で言った。父の言葉で、兄の顔からにやけ笑いが引っ込んだ。はぁ？と、焦る兄に。お前の素行の悪さは院長から聞いている。さらに、何を言ったか知らないが、家族を貶めるような嫁を連れてきて。そんな奴はうちの病院にはいらないんだよ。と、父は冷たく言い放った。焦る兄の様子を見て、兄嫁は不思議そうな顔をしていた。夫くん、どうしてお父さんが夫くんをクビにできるわけ？あ、いや、その。
夫くんがクビになったら、私はどうなるの？院長夫人にしてくれるって言ったじゃん。と、兄嫁は兄に詰め寄った。しどろもどろの兄と、切れる兄嫁。幸せムードが漂っていた式場が一瞬にして修羅場になり果てた。どうして貧乏家族のくせに、夫くんをクビにできるのよ。と、わめく兄嫁に、私は近づいて、どうして貧乏家族と馬鹿にするのかと聞いてみた。すると、兄嫁の口から衝撃の事実が飛び出てきた。信じられないことだが、兄は見栄を張るためだけに、私たち家族の食料について、兄嫁嘘をついていた。父は零細企業のサラリーマンをリストラされて、現在は日雇い労働者。母は食品工場のパートで、私はホテルの清掃員アルバイト。貧乏家族ながら、成績優秀だった兄は、返済不要の奨学金で医学部を卒業したと兄嫁へ伝えていたらしい。兄の虚栄心もここまで来たかと、私と両親はショックを通り越して笑ってしまった。だって、お父さんは工事現場で働いてるから、真っ黒に日焼けしてるって、夫くん言ったよね？と、焦る兄嫁。確かに、父は真っ黒に日焼けしているが、それは家庭菜園にハマっているからだ。父が家庭菜園で作った野菜を兄嫁さんにもお裾分けしましたよね？と、私が指摘すると。貧乏だから、野菜を自分で作ってるんだと思ってた。と、兄嫁は言った。ちなみに父は兄が勤めている病院の元院長だし、母はパート看護師ですよ。と、ついでに、私が両親と私の食料を教えてあげると、兄嫁は真っ青な顔になった。何よそれ。夫くん、全然言ってることが違うじゃん。と、兄嫁は大激怒し、兄へ詰め寄った。しどろもどろの兄と、ぶち切れる兄嫁に、会場中がドン引きだった。じゃあ、これで私たちは失礼するよ。ああ、それと、今回の結婚式費用はお前が払いなさい。え、親父、何言ってるんだよ。未来の院長が、貧乏人の父から600万円も絞り取ることはないだろう。と、父が言うと、兄は膝から崩れ落ちた。え、ちょっと待って。結婚式の費用は夫くんが出してくれてたんじゃないの？私と両親は会場を後にした。兄夫婦と父のやりとりを見ていた参列者たちも、どんどん私たちに続いて会場から去っていった。叫ぶ兄嫁の声を背中に感じながら、私たちは会場を後にしたのだった。その後、参列者が帰ってしまったことで、結婚式は中止。父が費用を支払わないので、兄たちは600万円の借金を背負うことになった。兄は院をクビになったので、新しい研修先を探すも見つからない。医者界隈は、狭い世界だ。兄の悪評はすぐに広まったため、どこの病院も兄を受け入れてくれないようだ。せっかく医師免許を取ったというのに、兄は無職になってしまった。だが、結婚式費用を支払わなければならないため、家庭教師のバイトなどで食いつないでいるらしい。兄嫁は専業主婦になることに強いこだわりがあるようで、お金に困っても再就職する気はないらしい。兄に騙されたと責め続けて、かたくなに専業主婦のままでいるようだ。父は、あいつらに甘くしすぎた。と、今更すぎる反省の言葉をつぶやいたが、どうせ兄嫁さんが美人だから、見栄を張ったんでしょう？と、母に突っ込まれてしまい、父は小さくなってしまった。美人に弱くて見栄を張ってしまう父の性格だけは、兄にしっかり受け継がれてしまったらしい。だが、父は仕事には熱心だし、患者さんへは誠実に対応していた。残念ながら、兄には受け継がれなかったらしい。私はホテル業界という医療とは違う職場だが、お客様に対して誠実に振る舞えるところは、父譲りだと思う。ちなみに、兄はたまに実家にやってきて、病院へ雇ってほしいと両親へ媚びを売っている。だが、お金の無心だけならともかく、家族を貧乏人だと嘘をついた兄に、母は大激怒。母が家の敷居をまたがせないため、兄が院へ復帰することなど、夢のまた夢という感じだ。最近では兄に騙された、訴えると、兄は兄嫁に脅されているらしい。一度兄にお金の無心をされたことがあるが、私は貧乏人だから、優秀なお兄ちゃんにあげるお金なんてないわ。と、言うと、兄は顔を真っ赤にして震えていたっけ。身から出た錆としか言いようがないが兄にはしっかり反省して一から頑張ってほしいものだ。私は今のところ予定はないが、婚活するときは、嘘のスペックはつかないでおこうと心に刻んだ。お疲れ一致。兄がバカすぎて、言葉が出ないわ。兄の見栄っ張りと、それを盲信して一致たちを見下した兄嫁。結果、二人は誰からも見放されて、貧乏生活になってしまいました。もしあなたの周りに兄や兄嫁のような人がいて、同じようにされたらあなたはどう対処しますか？コメント欄にて教えてくださいね。ちなみに、ご祝儀の相場は友人知人なら3万円、
兄弟など親しい親族なら5から10万円が相場らしいです。最近では会費制などもあるので、ご祝儀に悩む人にはありがたいですね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。